カリス・コグランドはカナダの映画監督、脚本家、プロデューサーである。2016年に彼女はインディペンデント系の制作会社のマッド・ラビットを設立したオンタリオ州オタワで生まれる。既婚者であり、娘を二人設けている。編集技師としてキャリアが始まる。その後監督となり、テレビコマーシャルやミュージックビデオを手掛ける。さらに彼女は テレビ番組の監督となり、1994年のデッドアット二21と1996年のトレイダーズを手掛けた。トレイダーズにより彼女はジェミニ賞監督賞にノミネートされた。1996年に初の長編映画作品ザ・サイズ・オブ・ウォーターメロンズが公開され、ワールドフェストヒューストンで銀賞を獲得した。百九十八年に 彼女が手掛けた CBC のテレビ映画、ホワイトライズは、ジェミニ賞や国際エミー賞の候補に上がった。2009年3月には、監督、脚本、制作を務めたベンキングズレー、ジムスタージェス、ローズマッコーワン出演の映画、インファナルミッション、マイナステロ組織潜入スパイの真実マイナスが公開された。その後彼女は、ボードウォークエンパイア欲望の街や、 ボルジアケアへと欲望の強行一族のエピソード2014年のミニシリーズサンズ・オブ・リバティヒストリーチャンネルのバイキング・海の覇者たちを監督した2017年と2018年に彼女はフールーのオリジナルシリーズハンドメイズ・テール自助の物語で第1シーズン最終回を含む数話を監督したスコグランドは映画業界における 女性監督のガラスの天井について語っている。2018年のハンドメイズテール次女の物語について彼女は女性の監督を見つけることができないと言われているが、その理由はアクセス権がなくエントリーポイントがないためだ。彼女らは一晩では現れない。成長し発見されることができる空間が作られなければならない。と述べた。ありがとうございます。